ハッセルブラッドを使っていてよく起きるトラブルに、突然シャッターが切れなくなって巻き上げもレンズ交換もできなくなるというのがあります。でもこれは故障ではなくて、ドライバー1本あれば直すことができます。ハッセルブラッドの特徴として、シャッターを切るとミラーが上がったままの状態になります。巻き上げるとミラーが戻ります。その時ここの部分の銀色の部分はカメラに対して平行になっています。シャッターを切ります。ここは斜めになります。巻き上げるとまっすぐになる。レンズの部分を見てみると、この部分がやはりまっすぐになってますね。その場合はボディとレンズをこのようにつけることができます。で、シャッターを切ると先ほどの部分が斜めになってしまいますので、もうこの状態でレンズを外すことはできません。無理に外すと壊れるので、必ず巻き上げてから外すようにします。何らかの拍子でレンズを外したときに、この部分を触ってしまうことがあります。するとこのようにシャッターが閉じてしまいます。こうなるとここの部分は斜めになります。斜めになるのでレンズを装着することはできません。その場合はここの部分にドライバーを当ててゆっくり回します。回すと再びレンズがリセットされます。この状態ですと、この銀色の部分がまっすぐになりますので、レンズを装着することができます。しかしレンズをつけたままでも、先ほどの部分が何らかの拍子で、接触してシャッターが切れてしまうことがあります。シャッターボタンを押してないのにシャッターが切れると、もうレンズを外すことができなくなります。その場合は慌てないで速やかにバックシャッターを開いて、この部分ですね、この部分の銀色の部分にドライバーを当てて、ゆっくり右回りにドライバーを回します。そうするとレンズが再び復旧して撮影ができるようになります。このシャッターが切れなくなって巻き上げもレンズ交換もできなくなるというのは、大抵の場合シャッターを切ってないのにレンズ内でシャッターが落ちてしまったということで起きます。この場合はフィルムバッグを外してバックシャッターを指で開けて、細くて長いドライバーでリセットします。レンズを交換している時にシャッターが落ちてしまった場合は、太くて丈夫なドライバーを使います。ですからハッセルブラッドを使う人は、細くて長いドライバーと太くて丈夫なドライバーの2本を用意することをお勧めします。